こんにちは。今日は浅草食べ歩きをします。まあ、厳選したね3軒だけ回っていきたいと思います。雷もくぐって今日はいい天気ですね。快晴ですよ。中見せね通らないでね、左側の速度通ってきます。ここ雷起こしね、ここがスタバですね。はい、速度入りました。着きました。黒毛さんです。黒毛さんの伸びるメンチカツですね、ゲットしましたよ。これね、今買ったばっかりです。あったかいです。これ半分に割ってちょっと右側が少なかったかな。おー、なんとか伸びましたね。でも伸びてますね。ちょっと食べちゃいます。今度はできましたね。うまくいきましたよ。こんだけ伸びるんですよ。ほらほら、すごいでしょ。半分なりました。半分口に加えて伸び、はい、いただきました。美味しかった。ごちそうさん。どうもごちそうさんでしたね。あ、反対に行っちゃいました。折り返して U ターンして戦争地の方に戻ります。電報院通りの手前左に入りますね、この路地ね。この路地はね、あの大黒屋のね別館があるとこです。見えてきました。傘があるとこですね。こんにちは。茶茶工房二つ目です。お願いします。ペーペーでお願いしたいです。はい、承知しました。読み取りかな？そうですね、QR コードをもう、こっちじゃない。あ、違う、違う。はい、どれ？QR コードを先ほどの画面で大丈夫ですよ。あ、これで？それで、はい。で、QR コードが、これを読み取る、四角の部分。じゃあこちらが決済内容になります。はい、はい、大丈夫です。ちょっと取らせてもらいたい。どっから、はこっから出てくるか。こちらお作りします、ね。はい、お願いします。おお、すげえ。それ何乗せるの？それ金箔です。あ、金箔？はい、金箔乗せてます。もっと多くちょっと貴重なんでちょっとさすがにありがとうございます。ありがとうございます。スパートお仕事の出口にございます。あ、そう、お出口ですね。はい、近くの公会堂のところのベンチで食べます。ちょうど空いてました。ここは電報院通りのとこですね。公会堂の裏側になるのかな。ほーら、美味しいですね。やっぱ甘いね。まあ、抹茶がいいよね。またこのね、見た目がねすごいですよね。ただ単に抹茶をこう混ぜてるだけじゃないもんね。なんかうどんじゃないけどスパゲティかパスタみたいな感じね。おいしい。結構ボリュームあるのかなこれね。中にねいろいろ入ってんですよ。
概要欄のとこに一応貼っときますけどね。一度食べてみる価値ありますね。何種類入ってるのかな。なんかあの後で店員さんに聞こうと思ってるんですけど、中になんかあれが入ってたな、いろいろあの砂糖菓子みたいな、あんこじゃなくて四角い、あれゼリーなの、うん、結構硬かったっていうか、ね、歯ごたえがある、パン生地みたいなのもあったような気がする、はい、あ、これがそうなんだ、うん、ケーキみたいになってるんで、すごいね、これ手間かかってんじゃな、そうですね、なんかいけてそうじゃん、はい、いけてそうじゃん、ありがとうございますこの間も話してたんで、え、1400円はなと思って、いやー、本当僕も最初値段見たらびっくりしちゃいましたけど、うん、中いろんなもの入ってて、やっぱり浅草だからかな、蔵前じゃ売れないな今蔵前なんです、あ、そうなんです、蔵前はあのー、なんかでもなんかおしゃれな、おしゃれおしゃれ、パン屋とかいっぱいあるじゃないですか、あのね、清澄白河、俺が入れない喫茶店がいっぱいある、オープンテラスで外から見えちゃう、お茶飲んでるとみんな分かっちゃう、またサボってやがら、うん、この夜間がマークなの、そうですね、じゃあまた来るね、ごちそうさまでした、美味しかったですよ、まあ、値段も値段ですけどね、ちょっと考えちゃったんですけど、やっとこ食べてみましたよ、これは食べる価値はありますね。今度ね、3番目はね、反対側、仲見世の反対側で、来ました。ここは観音通りですね、観音通り来ました。もう観音通り出るとね、目的で見えます。ちょっと学生さん並んでますね、後ろにも何人か待ってるみたいですけど、学生さんが、イタリアのジェラート屋さんです。ここよく食べるんですけどね、ここも抹茶がうまいんです、抹茶、抹茶が一番いいよね、抹茶と男が好きなってなったね、いちごミルクも人気ですよ男どうも、それでは抹茶いただきます、これこれ、おいしい、抹茶最高ですね。浅草はね、結構ね、甘いもの多いですけど、抹茶屋さん多いですよね。もちろん全部は回ってないですけどね。今度、おいおい紹介しますね。いっぺんには食べられないんで、まあ、3軒ぐらいかな。ちょうどいいぐらいですね。スイーツじゃないんだけど、あのもんじゃ屋さんも増えてますね。新中見世でも4軒ぐらいあるのかな。あといろんなとこも出てるしね、今作ってるとこもありますしね。ただね、もんじゃ屋さん一人でいいな、ちょっとね入りづらいですよね。家族と来た時撮影できるかな、今度そういうタイミングがあったら撮りますね。はい、ごちそうさまでした。全部ちょっと残ってるかな、舐めるってわけじゃいかないけど、これでいいよね、美味しかったです。はい、隣にゴミ捨てがあってね、はい、ジェラート屋さん、イタリアのジェラート屋さん、ごちそうさまでした。
一応3軒紹介させていただきました。3軒ともおすすめですよ。じゃあ最後にね、浅草のビュースポットご覧になってください。それではこの辺でご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。またねー。